王家、あなたがその権威を使わざるを得ない機会に会うのは、できればないことを祈りたいのですが、世の中には、もしもということがあります。それゆえあなたには、その場面に直面した時の心構えだけを申し伝えておきます。はい。まず、たとえ相手の技が拙いものだったとしても、決して油断せぬように、男と違って、女子の力はどこまで鍛えても限りがあります。ですから、切り合いから力押しとなれば、どんなに技を極めたところで、不利劣勢は免れません。じゃあ、剣を持っていても、あまり相手は怖がってくれないの？そうですね。戸惑いはしますが、その後に抱く感情は、まず好奇心と軽侮、力の差を気で感じることができない素人ほど、恐怖を抱くことはほとんどないでしょう。ですが同時に、そこにこそ唯一の、そして決定的な勝機があることも覚えておいてください。どういうこと？つまり、相手は力でねじ伏せようと、初手の際に生まれる隙が無意識のうちに大きくなります。初手は心理的優劣を形成するにあたって、とても重要な行動ですからね。でもその際、体の各部がガラ空きになる。ですから、その隙を逃すか逃さないかによって、その後の戦況が大きく変わってくるのです。できた隙には、最大限につけ込めってことね。さらに、霧は攻撃を当てやすいのですが、その分線として繰り出されるため、防御もされやすい。しかし、一つならば、相手にとっては点なので、防御はもちろん、回避も難しい。故に、力で劣る女性が最も効果的かつ一撃必殺の威力を持つのは一つなのです。ちなみに理想的な一つは一度目を隙を開けるための擬態とし、二度目をとどめに使います。もっとも、これはよほどの技量と判断力を必要としますので、まだまだあなたが覚えるには早すぎますが。なるほど。それから、一つの時、一番命中しやすく、効果的な場所はどこだと思いますか？それは、やっぱり、胸とか喉とか？いいえ。誰しも攻撃を受けた際には、反射的に急所を守ろうとするものです。その時、真っ先に動くのは手。そして、攻撃の時にも、当然手が主体となって動く。つまり、手は攻守一体の器官で、常に人の意図に基づいて無意識下で動きます。それで？しかし、それだけに人は手自体を守ろうという意識が薄い。故に攻撃を受けた際は、それから逃れたり防いだりする反応が他の体のどこよりも遅れてしまうものなのです。でも、動いているものに攻撃を当てるのは難しいと思うけど。それでも、その動きの軌道は途中で容易に変えることができないので、予測点をつけやすいのです。だから、一つの時はまず手を、